坂井直人は日本の政治家、東京都中野区長、岐阜県時市生まれ、両親は高校の教師だった。岐阜県立田地三北高等学校を経て、1994年3月、早稲田大学法学部卒業。1996年3月、同大学大学院法学研究科修了。同年4月、中野区役所に入庁し、議会事務局に配属。 2000年に総務課に移動、そして情報システム課を経て、2006年11月17日に広報担当となり、この頃に管理職試験に合格。2010年に区民サービス管理部国保運営担当係長、2012年4月1日に政策室副参事、2016年4月1日に地域支え合い推進室副参事、2018年2月15日に 区を退職。2018年3月3日、任期満了に伴う中野区長選挙に立候補する意向を表明。同年6月10日執行の区長選に立憲民主党、国民民主党、自由党、社民党の推薦を受けて立候補。自民党中野総支部、公明党中野総支部、日本維新の会の推薦を受けた現職の田中大輔、元都議の吉田光一郎、 元区議の市川みのるの参考法を破り初当選を果たした。6月15日、区長就任。当日有権者数26万9735人。最終投票率34.45%。ありがとうございます。